アーロンを倒し、ナミと常夜村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。あ、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よーし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャーハハハ、怖えだろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。俺、死んだ。笑った。にゃ、やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲、海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟するようなこと。海賊をゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から立つんじゃねえぞ。市民の
ました。攻撃を開始します。の身の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力では俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く。お前ら走れ。雷の次は突風だと。これが全てだが、奴が増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。特大カノン！
せねえや。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。貴様の退路を塞いでやれ。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けてくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。私のことを思い出したかい？俺はお前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい。アルビダだよ。アルビダ？ああ、ボビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の実を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私のものになるのよ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。この私を前にしてその態度。私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。さすが私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。何さかしら。他にも飛来神を見つけたら壊しちゃって。
抗できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら。ルフィ、あんた。俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ビリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、ことの深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白鳥のスモークが本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。いやあ、さっさと行くぞ、やろうとも。船長、ガソリンが。こちら遠回りするみてえだな。内心を壊していて正解だったぜ。頼むの。逃がしません。よろがわったろ。この刀は渡せねえんだよ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、アシギ、何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。
ギーがいたぞ。ハイゲームの花から相手に誰の花が入っちゃうんだ。あいつらが潰し合ってくれるなら好都合だぜ。射殺特大ヤノン。だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心するんだな。頼むの。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。何を捨てたかわからない。ここで必ず潰す。こいつすげえ強え。ここで捕まるわけにはいかねえ。お前ら引っ込んでろ。俺が手につけてる。見苦しくあがいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。頼むの。容疑は悪いな。アンチかな。カモン。今だ、船を出すぞ。くそ、逃がしたか。すぐに船を出せ。手腹を追うぞ。ですが、俺が何と言うか。俺に指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前何も、こんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を書くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。